東景観三北歩類の大事側某穴倉室の日本軍の爆破とコンドラチェンコ戦士の地記念碑。記号は、サメシマシュゲオによる東景観三北歩類は、中国大連市両順軍地区の東警官山にある、帝政ロシアが日本軍の防御のために建設した歩類であり、日露戦争の激戦地である。帝政ロシアは1898年に旅順を咀嚼し、 旅順の東側の半永久的な防御線として1900年に中国人労働者を刺激して、堀井を建設した。堀井は周囲496メートル、面積9900平方メートルの不規則な五角形で、天然の岩にコンクリートと石、そしてデードで追って作られた。内部の構造は複雑で、司令部、弊社、弾薬庫、治療室、 台所などの周りに胸書き、側棒穴倉室が配置された。歩類の周囲は堀があり、堀の外の斜面には高圧電流が流れる鉄条網が仮設されていた。日露戦争において、1904年8月21日の第1回旅順総攻撃の際に、日本軍第11師団による歩類の攻略が始まった。第11師団は、 鉄条網の突破に成功して内堀に入ったが土砂に覆われたガーボーアナグラ室からの近接攻撃により大損害を受けた。その後、数度にわたって行動を掘り、掘りの爆破を試みた。12月15日には日本軍が発射した28センチ榴弾砲弾が命中し、守備隊の指揮官コンドラチェンコ少将が戦死した。その後、12月18日に 保留の正面で2.3トンのダイナマイトを爆破させ、これに乗じて占領した。日本軍は、この保留を突破するために、約8000人の死者を出した。旅順日露戦争陳列館が併設されている。現地案内版より、ありがとうございます。